伊藤10レースです。このレースはもう出入りが激しくなると思いました。やっぱりそうですね。なので7番の長嶋選手の番手の武田選手から買おうかなと思ったんですけど、うわきついな、もうだいぶちぎれちゃいましたね武田選手。いやーこれはもうきついか。うわー寺崎選手逃げ切る、これ逃げ切るってなったら熱いな。うわーマジか、逃げ切った、熱い。上昇していく。さあ中段からまず小川が行って、はい、伊藤11レースです。ここは楽に深谷選手が逃げ切れると見て27で勝ったんですけど、どうですかね。うわー内にかぶされた。どうなんだろう、ここからここから踏んでいければいい感じにいけるんですけどね、どうなんでしょう。そして後方7番手から7番の、ここから行ってほしいですね。岡村選手が離れそうな感じ、どうなんだろう。岡村選手がなんとかついてってほしいんですけど、うわー離れちゃうかな岡村選手が。これは結構北鶴選手、北鶴選手がね逃げると思ってなかったんだね。うわーこれはダメですね。53ですね。うわー53か、悔しいな。はい、伊藤12レースです。いやここは新田選手がまくっていくじゃないかなと思いましたけど、どうでしょうね。新田選手がどのぐらいの調子なのかもわかんないですし、今正直どういうこと、そこ競りに行くっていうのは何なんですかね。ちょっと変なレースしないでほしいですね。ちょっとちょっとやばいっすね。結構距離ありますし、やっぱ調子悪いんすかね、なんかどうなんすかね。ちょっとまくって、やっぱ膨らんじゃいましたね。うわちょっとひどいレースでしたね。さすがにちょっとひどかった。うわーダメか。はい、伊藤9レースの、ファイナルレースですね。レインボーカップ、ここは5番の池野選手がいい感じに来るんじゃないかなと思いました。おっとー、池野と太田が落車してしまいました。おっと終わりましたね。いやー終わりましたね。もう いやきついな。もうこれは2位ですよね、きっと。順当な決着なんじゃないかな。あ、でも最後、うわ伸びてくる、すごい。うわ
わけわかんないレースですね。引きました。これで北鶴が誘導の後ろとなって、7番の坂口、5番の長島、4番の寺崎康平が上がっていきます。3コーナーから2センター、ここで誘導員が退避して、前では2番の北鶴が、はい、伊藤12レースです。ここは5番の長島選手がいい位置を取ってくれることに期待しました。そうですね、悪くないですね、位置は。新田選手とどうですかね、深谷選手がどうなるかですね。いい感じに位置は取れてるんですけど、北鶴選手行きましたね。こう見合ってどうなるかですね。いや、いいぞ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 、うわー、ダメか。うわー、夢見ちゃったな、ちょっと。うわー、夢見ちゃいましたね、悔しい。